あ、走ってるわ。セーブポイント見っけ。ちょっとセーブさして。あーもうそうなると思ったわ。ジェネシスってそういえばさ、ふと思っててん、ふとっていうか、あ、しまった、何度か思っててんけどさ、あの人ってさ、リップペンシルしてるな。リップペンシルってご存知？男の人は知らないかもしれない。唇の輪郭をね、くっきりさせるために使う、まああのアイラインの唇バージョンなんやけどね。ジェネシスやたらさ、唇の形はっきりしてたやん。あれはリップペンシル使ってるよね。リップペンシル使わないとあんな色にならんしね。そうそう、あんな風に綺麗に唇なんて形作れないからね。やっとるわあいつ。セーブさして。ほな行きましょう。ほな行きましょうっつってセーブしてから、私もこういうとこ入っていこう。まあ、敵と遭遇。あ、あれいた。あら偶然ね。どっち行く？近づくまで移動しない。いや、あのアイテム落ちてるかなと思ってね。ホランダーは動かないね。私が近づくまで動かないかもしれない。見えへん。どこにいんの私これ。敵が近くにいるともう見えん。もはやもはや見えない。で、アイテムない。ないわ、こんな苦労したのに。こうやってホランダを追いかけるだけでどんどん敵と遭遇していくっていう、そういうシステムね。危なっ。サンダーがないと避けにくい。サンダーとファイヤーはわりかし避けにくいかもね。ブリザードは避けやすい。待ってよ、ホランダを追いかけるのも大事なんやけど、私からしたらアイテム回収も同じぐらい大事です。なんかさ、一回来たエリアもう一回探索し直すっていうのができないっぽくってね。こっちは違うよな、エリアが。いけないよね多分。いけんのかな。もう一回探索っていうのが多分できないから、その時、あ、やばい待って、やばい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 、ジャンプじゃない、ジャンプじゃない、間違えた。ケアルケアル、危ねえ。間違って装備してたジャンプを使っちゃった。あ、いた、避けたのに。オッケー、こっちはいないんかな。あ、これはいいわ。アイテムがいてた。待って、体力大丈夫？わあ、ちょっと削られてる。若干ね、ミッションを受けることでレベル上げたつもりなんやけど、まあでもそんな上がってないか、言うほどやな。人に上げたんですよレベルって言えるほど上げてないから、ミッションしてレベル上げてきたとは言わんとこ。ミッションで遊んできたよぐらいにとどめとくわ。もう鬱陶しいねこの、このさ、アンジールコピーめっちゃ鬱陶しいねんけど。もうそこに関してはさ、なんか仲良かったでとかさ、友達やで、兄貴分やでとか、そんなもんなしにしてムカつく。これ何この召喚獣。でもなかなかこの召喚獣のスロットに切り替わらないよね。地獄の火炎になるのよ、イフリートが3つ揃うとあれ。だけどイフリートが3つ揃ったことを1回しかないわ。ちょ待って、もう追わない。あんたらええ加減にしや。これはずの暴力やで、こんなもん。スロットいつもより多めに回させてもらわな。アンジル、まあね、これあのパチンコじゃない。あ、あ、来たわ。これは来るな、3つ同じ。なんでこれやねー、イフリートさん。イフリートさんが来ないね。イフリートさん、
アンジールコピーがもうバリクソ邪魔。なんでアンジールコピーは化け物にされてんやろな。ジェネシスコピーはまだ人間の形保ってんのに、かわいそうなことしたらんとってくれる。そういうところであんたの好き嫌い出すのやめたって。アンジール私の兄貴分やねんから。アンジール、あんなことは言ってるけど私のピンチには必ず駆けつけてくれるって約束してるから。え、どこ、わあ、もうこいつらか。こいつらあんま強くないけど数が、アンジルの必殺技はね強い。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。複数攻撃できるのがいいよね。お縄よ、お縄。もうアンジール、いい加減にしなさい。アンジール、コランダもう逃げられないぞ。私が動かすのか。まだ逃げんのかいな、このジジイは。待って、セーブポイントあるな。ちということはこれさ、暗すぎてさ、こっちらへんにさ、なんかあるやろ。あるわ、サークルとで降りたら戦闘。来ないわ。ちょっとごめんね、画面がさ暗すぎてさ道が見えへんのよね。でホランダの横でセーブすると、よし。あ、いきなりイベント始まった。わあ、メカたち。うわ、もうこれ外やん。ホランダ逃げるやん、これ絶対。ヒュンって逃げる気やん。逃げをセルフラグやん、こんなん。待って、近い。あ、いた。あれ、どこなってる、これもしかして。あ、どこなってるやん。サンダーで行きたいんだな。サンダーで貫いてやろうとか思ってんだけど。うわお、誰、ミサイルとか用意してる人、ミサイル用意してる人誰ですか。やめてよ、もう物騒な。あ、今消費 MP0 や。今のうちに1体だけ撃ちましょう。終わった、ちょっと待って、ミサイルやめてってば。人間にミサイル撃つって正気やないで。それね、ザックスやから生きてるけど普通の人死んでるから。もう何の召喚獣やろこれ。ミッションで手に入れないと手に入らへんのかな。そうでもないよな。イブリートってだってストーリーで手に入ったもんね。多分ミッションじゃないと手に入らんのもあるやろうけど。もうオーナー、あ、 MP0、 消費 MP0、 危ない。あ、なんもないわ。あ、ババイ、あ、倒した一人、我慢。切りつけても結構効くやん、まあ、若干サンダーの方が入るんか。若干、まあ、変な画面入りましたね。これさ、多分さ、普段繋がずにね、パソコンを出力せずに遊んでる分には全くあんなことならへんねんけど、なんかパソコンを出力してたらなんかおかしなるみたいでね、内部の機能みたいな。なんかね、
押してもないホームボタンを押してることにされて、ああやってねゲーム終了しますかって聞かれるんよね、しょっちゅう。なるべくそこをカットするようにはしてんねんけど、見逃すこともきっと多々あるから、その時はね、あ、パソコン出力してるせいでバグってるやつやなって思っといて。ちょっとお前ミサイル撃つ前にちょっとやってしまいたい。撃つなよ。よし、あんた自分がやってること分かってるのか。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール。俺はモンスターになってしまった。アンジール、モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。あんた白い羽でよかったね。違う、翼はモンスターの証じゃない。黒よりええで白の方がな。これは何だ。それは、まあ、若干その天使の翼。かわいいこと言う。ならば天使はどんな目的を持って。生え際はちょっと触らせてほしいな。俺はどんな夢を見ればいいんだ。生え際は見さしてや。気にならん。アンジール、天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。戦え。何があったんだい。母ちゃん、俺友達を助けてやりたいんだよ。でもどうしたらいいのかわからないんだ。もしもし、母ちゃん、もしもし、やった！天国？残念。スラムの教会。なんか若い、若めの服になってる。若め？天使？若めっていうの、こういうの。私、エアリス。君、降ってきたの？あ？びっくり。あんたが助けてくれたんだ。別に。もしもしって言ってただけ。エアリス動きすぎじゃない。本当にありがとう、エアリス。俺ザックス。なんかお礼しなくちゃな。いいよいいよ。そうはいかない。お、なあ、デート一回行ったのは？何それ、バッカみたい。え、はあ、可愛いもんな、このエアリス。PS 版のストップ。エアリスとはちょっと想像もつかんぐらい。なんだ？美しいもんな。花あったら気をつけるでしょ、普通。悪いな、普通じゃないんだ。あれ、花なんて珍しいな。ミッドガルじゃ高級品だぜ。ここだけ咲くの。
うちの周りに植えたのも元気に育ってる。俺なら売って金にするね。ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい。ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。考えたことなかった。エアリスに出会ってしまった。ここでザックスがエアリスに出会ったことで、またなんかクラウドもおかしな感じに。ああ、ごめん、入っちゃった。ごめんね。いや。ごめんごめん。それはごめんよ。いや、エアリスに話しかけようと思ったらなんか鼻の中、ズンズン入って話しかけようとしちゃってさ。アイテムも落ちてなさそうやし。あ？何？イベント？あ。あ、イベント進んじゃった。エアリス話しかけなくて大丈夫？え？いつもここにいるのか？うん。とね、調べたんですけど、この、クライシスコアって、本編から7年前が舞台なんですって。だから、エアリスって、本編では22歳なので、これ15、6歳のエアリスよね。15、6歳ってこんなに、発育いいものなの。ね。もう完成してるよね、これ。このエアリス。完成形エアリス。送っていくね。どこへ？わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろ。うん。こんなに言われたらビビるよな。え？ってなるよな。でもそうか、私、てっきり、ザックスとエアリスって、なんか故郷が一緒とか、あ、でもそうなると、エアリスはアイシクルロッジで生まれてるはずやから、そうか、なんかその辺、まあ、アイシクルロッジじゃないにしても、故郷か何かが一緒で、その時から友達やったみたいな感覚がなぜかあったけど、クラウドと同じく、ここで知り合うんよね。人たくさんいるし、スラムからプレートの上にも行ける。だからそこまで送ってあげる。町まで行けばなんとかなるか。そんじゃよろしく頼むな。教会の外って、こんなんやねんな。FF7 本編の街の外の感じとやっぱ全然違うね。立体的に作ってあるだけで全然違う。てか、エアリスなんかさ、スラム街うろうろしてたら危ないんちゃうの？こんなうろうろしてたら危険でしゃあないと思うねんけど。あ、え、本日をもって下記の通り人事発令を実施する。あ、今さらこれ、私がファーストに、私っていうかザックスがファーストになったことを今さらメールできたん？もっと早くになってんのに。話しかけれる。ここにもお花咲かせたいの。そうやねんな。私さ、FF7 ってさ、ちゃんと
クリアしたことが実は動画にするまでなくってさ、エアリスが死んで、クラウドが、エアリスが死んだ後でどこまでかな、クラウドがおかしなるところまでしか個人的にはプレイしたことがなくって、でまあ動画を撮りながらクリアまで行ったんですけど、なんかさ、エアリスの生い立ちというか人生というかそういうものを知ってからエアリスを見るとさ、なんかちょっと不思議ちゃんやん、この子って。でもそれもなんかちょっと頷けるというか、そりゃスラムには出んねんな。そうそう、このあたりも出たもんね、確か本編でもね、エアリスに道案内してもらってる道すがらでもモンスター出てたもん。だからエアリスって多分一般の人たちが見たり聞いたりすることよりももっと大きなこととか、もっと深いところまで聞こえてたり見えてたりしてたから達観してて、その達観してるのが逆にこういう不思議ちゃんにつながったんかなとかね、なんかそういう想像が膨らむよね。強いか、どうかした、いや、なんでもない、まああんなの楽勝楽勝。ちょっとかっこよかったろ、うんうん、わからん。エアリス、こういう時はもっと素直にさ、ほらザックス早く行こう。そうやな、そういえばそういう感じだったね。プレートから落ちてくるものを拾って使えそうなものを集めて売ってる人たちも、あれなんか今なんか出んかった、プッて調べるみたいな、あれ気のせい、あ、この人に話しかけるっていうコマンドが出ちゃってたんかな。この先が町か、そう、どうかした、スラムってちゃんと町っぽい形してんだ。ザックス、あ、そうか、ザックスはあれやもんね、あのパッと出てこうへんわ村の名前でも、本編でザックスの故郷に行ったもんね、あそこから来てんねんもんね。もちろんみんなずっとここで暮らしてるんだから、あのゲートの中、マーケットなの。いろんなお店出てて楽しいよ。プレートの上にもあそこから行けるの。お店入れるんかな。広っ。あ、マーケットに一旦行かされる感じ。なんか息苦しい。そう、いつも通り。わかった。空がないからだ。空なんてなくていい。年中プレートに覆われてたら空が恋しくなるだろ、普通。ごめん、普通じゃないの。わけあり。空怖いんだ、吸い込まれそうで。変だよね。普通なんてつまらないさ。そうかな。そうだ、
俺がいつか綺麗な空を見せてやる。怖くなんかない。エアリスだってきっと気に入る。このさ、この造形のエアリスめっちゃ可愛くない？エアリス含むやけどさ、やっぱりこういう太陽の光が当たらないところで生まれ育っちゃうとさ、発育悪くなりそうなもんやねんけどね。エアリスめちゃめちゃ発育いいよね。確かエアリスはまあちょろって言ったけど、お母さんがアイシクルロッジで、あの雪山の町アイシクルロッジでエアリスを産んで、ほんでこっちになんか逃げてきたんやったっけ。そうやな、で逃げてきてミッドガルのあの電車のところ、電車っていうか駅降りたところで力尽きてしまったところをエアリスの生みのお母さんが拾って育ててくれたっていう経緯があるよね。まあ、だからめちゃくちゃちっちゃい時はアイシクルロッジで育ったから、空の下で生きてたんやろね。うん、少し見て回ろうか。あ、これお前すりちゃうか。気ぃつけなよ、このパターンはすりやろ。ねえザックス、もしかして今何かなくなったりしてないよね、持ち物とか。なくなる？いや別に。ん、あ、財布ないの？もしかして今のあいつか追いかけてくる。ザックス待って、ごめん、あの子知り合いなの。知り合い？え、知り合いが連れてる、知り合いの連れから物盗む？何か事情あるんだと思う。そんなことする子じゃないの。事情があったって盗みは悪いことだろ。すぐ探し出して。理由聞いてみる。私連れてくるね。エアリス。人もいるみたいだし、とりあえず俺も。いや、理由があっても盗んだあかんよね。スマートゲーム、これミニゲームできるの、ここで。ん？マテリア売ってるわけじゃないんか。メール来た。あれ？なんでラザード急にこんなピンポイントな。ソルジャーの皆さん、日々の任務ご苦労様です。空中に浮かぶ都市ミッドガルのプレートの陰にスラムという地上の集落が存在します。これもまた神羅の歪みを象徴しています。特にスラムでは多数の子供がギャング化して過酷な生活を強いられていると聞きます。出生に関する社長の噂も耳にします。この歪みを放置することは今後の神羅の発展に大きく影を落とすことになるでしょう。せめて我々ソルジャーだけでもこのような歪みに対処していきたいと考えます。ラザードはラザードでさ、なんか耳障りのいい言葉を並べてさ、結局何もしないよね。してんのかもしれんけど。え、ここ別にアイテム変えるわけじゃないんやね。エアリスどこ行ったん？あ、こことか買い物できんじゃん。買えないか。あ、待って、あれ、これ兵士やん。え、貴様は？あ、いいえ、何でもないです。自分はパトロール中の神羅兵です。え、神羅兵ってさ、ほらプレートの下ブラブラしてたっけ、こんな服着て。